あなたを待つのテニスコート木立の中残る白い朝もや。はい、始まりました。現在ね、国道162号線、俗に言う集山街道ですね、こちらを走っております。この162号線に入るまでね、結構道が混んでて、で今この162号線もね、まあ流れてるんですけども、ちょっと車が詰まってるっていう感じですね。しかも暑い、山間部に入ったとはいえ、とても暑い。車はね、スピード出そうが出さないがエアコンがついてるんでね、快適なんでしょうけど、バイクにはね、エアコンがついてないんで、走るスピードによってね、空調を調整することになりますんで、とにかく暑い。で、目指す場所は、集山街道といえば三山かやぶきの里、こちらへね、行こうとなっております。まあ、ということで今日もね、気温に負けず走っていきたいなと思います。皆さんご唱和ください。 Feel so good。 道の駅ウッディ京北、こちらちょっと休憩して水分補給&トイレ休憩をしたいと思います。はい、ちょっと水分補給です。これね、炭酸が飲みたくて、はい、ウッディ京北出発します。見てください、気温35度、暑いはずや。めちゃめちゃ暑いです。はい、国道162号線ですね、さらに北上していきます。で、この集山街道なんですけどね、県道が多いんですよね。ネズミっていうやつですね。ですんでね、ちょっと気をつけて走りたいと思います。今年になってからね、2回ほど捕まってますんで、もうこれ以上捕まるわけにはいかんのですよ。まあ急ぐね、ツーリングでもないのでゆっくり走っていきたいと思います。ちょっとね、再び小休止。せっかくここまで来たらね、やっぱしここに寄っていかないとね。三山ふれあい広場でしたね、三山。はい、ソフトクリームですね、食べます。食べたらお腹痛ないそうやな。はい、ではね、目的のかやぶきの里ですね、まもなく到着予定です。かやぶきの里到着です。ではこの集落はね、まだ未だに人は住んでおります。
いいでしょう。かやぶきの里です。ほとんどの家がね、まだかやぶき屋根を保っております。今日はね、平日ということもあって、ね、観光客の方がね、結構少ないです。というか、ほぼほぼいてません。ここね、土日になると人がいっぱいになるんですよね。立派やな、しかし。いいね、いいですな。なんか日本の風景って感じですね。公衆トイレですね。民族資料館、コーヒー、ミラン、白川郷はね、これよりも規模大きいんですけどね。これぐらいでちょうどいいぐらいかな。まあここはね、関西ライダーではね、ツーリングのメッカにもなってますんでね、もしまだね、来たことがないという方がいらっしゃったら、一度訪れてみてはいかがでしょうか。なんかね、のどかでめっちゃいいですよ。これで簡単ですが一周しましたね。あかんな、暑いからすぐこういうのに目が行くな。そうそう、バイク置き場ね、有料になってるんですよね。昔は無料やったんですけどね、今は有料ですね。貯金箱みたいなのが置いてあって、そこにね、二輪は200円入れるようになっております。水槽でね、鮎が飼われてます。うまそう。さあ。面白かった。OK です。はい、ということでね、ちょっと、河原に降りて、カップラーメンでも作って食べようかなと思います。よいしょ。本当はね、向こう側に渡れたらいいんですけどね、わからんのでここでいいです。はい、今日のお昼ご飯、カップヌードルカレービッグです。これをね、今から食べていきたいと思います。夏バテなんでね、本当は普通のレギュラーサイズでよかったんですけど、家にあったのがビッグやったんでね、ビッグを持ってきました。
まあ食べれるでしょう。ちょっとね、日陰がなくてね、暑いんですけどね。ああ、ポップアップテント持ってきたかったな。あれがあったら日陰になんねんけど、失敗したな。いや、見てください、景色はごっついですよ。めっちゃ青空、めっちゃ川が綺麗。お、湧いてる湧いてる。はい、今ね、お湯が沸いたんで、カップヌードルにお湯を入れました。ここから3分の我慢になります所でした。川も綺麗でね。で、ここでね、ご飯食べました。忘れ物なし、ゴミもなしということでね、帰ります。よっしゃ。自分でね、ヘルメットの中で吐く息、これも熱い。めっちゃ息が熱い。ということで、セブンイレブン寄ります。はぁ、熱い、ね、ガリガリ君。はぁ、息がある。はい、セブンイレブンを出発します。はい、行き返った。ということでね、あとは家に帰るだけです。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。